あいつ、何やってるんだ？さあ、部屋の配置からして、ここは研究室みたいだ。奥に実験資料、資料室に何か手がかりが残ってるはずだから、探してみよう。この場所についてすごくうまく隠してあるね。何か見つかった？実験ノートがいっぱいあったけど。映像フィルム？うん、ソロンハは昔実験映像を残でも。じゃあちょっと待ってね。どうやって再生するのか確認するから。カカタ、カカタ、まったく、しばらく目を離した隙に。どお前、そこにいたのか。早くおいで。ここが俺たちの新しい家だ。このアバッドイがここで大活躍して、教練員にのさばる骨董品どもを感服させてやる。どお前も嬉しいのか。でもカカタ、お前は俺たちがこれから何をするのか分かっいいか、カカタ。臓器を模して遺跡からの掲示、そしてと大丈夫だ。カカタって、あの、このアバッドイっていう、思い出したよ、後輩。それがどう、いよいよ学級に年齢、そうだ、もちろん年齢も大事なことだけどね。一時期なんかある種の珍獣みたいに連れて行かれては写真を撮られてたよ。パイプは奥に続いてる。早く行ってみよう。なあ、また映像フィルムを見つけたぜ。日付まで書いてあるぞ。半年前のものみたいだ。もうかなり経ってるね。珍しいな。どうやらこ、よし、ハサミのパート、ほっと、こんなことをお前にはわからないか。大丈夫、新しいパーツと取り替えてやったから、もう治ったはずだ。動いてみて違和感がないか確認してみろ。次は気をつけろ。なんだ、教練員のやつ、ただの夢だったのが残念だ。まあいい、まずは。アバッドイは教練員を出た後音信不通になったんだ。僕はあの時、アバッドイは息し、カカタのためにパーツも、とにかく知り合いナンバーを見る限りだと、次の絵、乱雑な字だね。もう一つ、カカタが手伝、それはどう、すまんカカタ、勘が、少し前の実験でエネルギーが少なくなったり、パーツが破損したりしたら、サバイバルコマンドを実行して、これは血脈を今後のエネルギー源にするため、三代目血脈抽出装置を正式に起動した。機械生命を開発するには、大量のエネルギーが必要だ、カカタ。生物の臓器を模倣したところで、機械は冷たい道具に過ぎないと、あいつらは言う。俺はそれが間違っていることを証明したかった。お前らを、聞いたり話したりできる生き生きとした生命にしてみせるってな。おい、言語、感情、動作、
お前らの機能をできる限り充実させ、何度お前は中でも一番特別な存在だが、そっかかた、うん、数日いん、これは新しい発見。ここからさらに、こんな時に限って死ん、おかしい、まずい、装置を止めないと、装置を止めるんだ無制限にエネルギーを供給したら、あいつら制御不能になる。まずい、装置を停止させるコマンドは入れてなかった。やはり欠けた。ついに、お、なるほど。チミヤクロアバッドイが不慮の死を遂げた時、そうだな、それはかかっ本物の生というより、そういう機会を、でももしかかたは確かに話せはしない。でも常に自分よりも、それってどういうことだ。もう少しすれば君にもおのずとわかるよ。でもその前に、僕たちには地脈抽出。透明の床だ。なんだか迷宮みたいだね。下にあるのが最後の部屋だ。制御ユニットもきっとそこだよ。でももう道がないぞ。飛び降りてみるか。と、運命よ、ここにいてよ。運命の巨影、見えないだろ、根こそぎにしてあげる。制御ユニットの電源を切れば。地脈を壊す、今はきっと。
つまりカカタはマスターを修理できると思ってパーツを集め続けてた。カカタにはそれでもかつて故障した。確かにカカタに思考能力はないし。だから機械パーツを奪ってた、うん、どうやって生まれたのかはわからない。でもその考えはアバッドイが設定した本能さえもしのいでたんだ。もし僕たちの推測が本当なら、これは強霊。おいカカタ、聞いたか？お前ティナリに褒められたんだぞ。きっとむしろ今僕は地脈抽出装置がちゃんと止まったかどうか確認してくる。彼らを。地脈抽出装置、空気中にはまだ地脈エネルギーがかなり残ってるけど、導出の源は立てたから、この後は手遅れになる。強霊院、機械生命に関する研究、君たちは先に戻ってて、残りは僕が処理しておくから。地脈漏出の源、君はともかくここの研究仕事はか。あ、そう、わかった。空気中に残っ、こちらがお約束。カカタはすでに故障はしてたけど、本当はすぐに行きたいけど、じゃあ決まっ。探しに行こうぜ。静かに。藤もどき、人腸下科、人腸下属、著しい抗痙攣効果があり、麻酔粉として使用することができる。両組の実験データによって魚に対して特に毒性があることが分かった。
とちゃんと記録しておかなくちゃ。ここだ。静かにしてって言ったのに。お前解体し、だってお前。なるほど、僕が言いたかったのはとりあえずかか、それからカカタと一緒にアバッドイを埋葬してきた。実験資料の一部は記念として持ち帰ってきたけど、ほとんどは燃やして深く。僕は教令院の人間じゃないし、あそこのルールなんか知ったこっちゃない。それよりも今この世に生まれた命には必ず意味がある。カカタも例外じゃない。存在する以上勝手に捨てたり。こよかったぜ。でもあくまでも可能性の話だよ。何しろアバッドイを修理しようとした挙動は解明が、アバッドイが残した字、もしかしたら。だから厳密にはカカタが真の生命だとはまだ言えない。でもちなみに、でもまあ実験のアシスタントとして働いてもらうのもいいかな。君はどう思う？